えー、皆さんこんにちは、えー、聖パル修道会のの山内神父でですす、えー、カトリック入門の今日は第65回です、えー、このところずっとペトロ・キベと187殉教者のことを紹介していますけれども、まあ、それぞれ日本全国のいろんな殉教地を通して、えー、彼らからたくさんのことを学ぶことができると思います。 今日はえー、薩摩の殉教者でレオ最初七右衛門のことを一緒に考えていきたいと思います。彼の殉教は本当にこう家庭の中で、そしてまたお父さんの役割をよく教えてくれる。そんな殉教者だなと思います。 ドミコ会にオルファネス神父という人がいたんですけれどもこのレオ最初七右衛門のことについて彼は外見が痩せ型で背が高くまた穏やかで口数が少なくまたその行動は慎み深い侍武士というそういう表現を使っています。 彼は強い意志を持っていて洗礼から殉教まで3ヶ月と26日という非常に短い時間の中で、まあ、凝縮した信仰の中で彼は殉教しまた信仰を明かししたと言える方だと思います。彼について、えー、禅に向かって突進するレオいわゆるライオンですねまた勇気ある レオそしてまた「神の慈悲がその心に触れた人」というそういう表現もされたりします。正しいことに向かってまた良いことに向かって本当にこう、えー、前進していくそんな人と表現することができるでしょう。彼は1570年ごろ、えー、都の城で生まれました。 七代目ののの最初伊賀神のの次男としてて生まれていきます身分としてはとても高い武士で24歳の時に領主の本郷加賀神光久がこの都の城から今の薩摩仙台の方に移るということで彼も領主に従って都の城から薩摩仙台の方へ移っていきました。 その当時薩摩川内は平佐という地名になっておりました。1602年ドミニコ会の夫妻たちが、えー、薩摩の甑島というところにやってきます。でそこで宣教活動をするんですけれどもとても島で、えーまあ、薩摩からも離れているということで非常に不便だったので。 彼らは古式島から薩摩の郷泊というところへ移ってきます1606年の6月2日にそこに教会を建てていきました最初七重門は薩摩の平沙で友人のパウロ・吉右衛門からキリスト教のことを聞きそして1608年の3月から5月頃。 京都参り教会をたびたび訪れましたまあその頃薩摩の支配者は島津そしてまた領主の本郷も武士階級が洗礼を受けることについては非常にこう厳しく咎めておりましたそのため宣教師たちも武士たちが洗礼を受けることについてまた洗礼を授けることについては とてもこうためらっておりました京ドマリ教会には3人のドミニコ会の司祭がいてそのうちのモラレス神父は彼のことについてまたその当時のことについて次のように書いております殿様は武士がキリスタンになることを喜ばれないキリスタンになったらあ殺されるかもしれないだから 洗礼を受けることについて慎重に考えてくださいとそういうことをレオ最初七重門に対しても宣教師たちは語っていましたしかし彼は今までドミニコ会の宣教師たちの話を聞いて人間に救いがあることまたキリストによって救いが得られることを確信していきます たとえ自分の命を失ったとしても救いから離れることはできませんということで1608年の7月22日ちょうどマグダラの聖マリアのお祝い日に彼は洗礼を受けていきました。彼が洗礼を受ける時に武士階級だということもあって宣教師は本当にこの自分も 領主から咎みを受けて殺されるかもしれないというそんな思いで宣教師たちも洗礼を授けていきました彼が洗礼を受けた後仲間たちは信仰を捨てるようにとか心の中で従えばいいじゃないかとかまた殿様に従わないのは武士に反するといろんなことを彼は言われていきます 何とかしてて最初七重門の信仰を捨てさせようといたしましたしししまかしレオ最初の方は永遠の命を与えてくださる神様が救いをくださるのならこの命を失うことはむしろ自分にとっては利益だと考えるしまた私は洗礼を受けて神に祈りを委ねることそういうことを決心したと。 そんなふうに考えていきました仲間たちは表面上だけでも信仰を捨てるように何度となく進めていきます。そしてまた魂の反することならまあ殿様に従うけれどもしかし信仰によって救いの道を見つけた今、えー、財産や命が奪われたとしてもあるいは追放されたとしても 決して信仰に住むことはできないとレオ最初の方は決心していきます本当にこのキリスト教に出会って彼は信仰に生きることまた救いの真髄を捉えたと言ってもいいでしょう彼自身殿様に対して家臣として務めを立派に果たす一方信仰の問題や魂の救いのことについては 決して譲ろうとはしませんでした家庭では妻と子供の2人の子供がおりました両最初が洗礼を受けてから3ヶ月後に次男の厚吉7歳だったんですけれども彼もお父さんの姿を見て洗礼を受け見返るという洗礼名をいただきました また長男の敦本は17歳だったんですけれどもレオ最初は「お前はすでに理解力があるからもし私のところについてきたいならばお前の考えで来ることができるとそういうふうに本当にこう自分の意思で選ぶように進めていきますま」。準教を前にして自分の生きた姿を子どもたちに示していった。 人と言えるでしょうまた奥さんに対しては、えー、遺言のように次のように語っていきます。私の希望はお前がキリシタンになって教会に奉仕することだとそういうふうに、えー、語っていきます。1608年の11月17日、まあ、彼は主に習って、えー、十字架刑に書き 掛けられることを望んでいたんですけれどもまあ、それは叶えられなくて屋敷の前がちょうど十字路になっていてその十字路のところで首をはねられて殉教していきました38歳だと言われます彼の殉教後彼の遺体は京都丸教会に埋葬されていきました マリオ最初シ七右モ門がキリシタンとして命を捧げたことそのことを妻も理解していて、えー、おそらくこの望みを叶えて教会に埋葬したことになります。まあ、この殉教を通して家族の中でのキリシタンに対する理解とかまた信頼関係夫婦の関わりこういったものが本当にこう 信頼のうちに、えー、充,実なか充実した形で実っていったんだなというのが感じられます子供たちに対してはお父さんとしての生き方そういったものを自信を持って示す姿があるしまた自分の意思で選ぶようにというふうに本当にこう子供に対する信頼も見えてくるものですまあそういう意味で レオ最初7。右衛門の姿を通して、家庭の中での信仰の生き方、また父親としての信仰のあり方をよく示してくれる。そんな感じがいたします。まあ、今日は薩摩の殉教者ということで、レオ最初7。右衛門のことをお話しいたしました。けれど、もまあ信仰の生き方、また家庭の中での信仰の姿を。 お垣間見ることができればいいなと思いますチャンネル登録と動画へのいいねをよろしくお願いいたします 詩についての子どもの頃の思い出はありますかそうですねえ私のうちは小学生の頃え養鶏場をやっておりましたえ養鶏場をやっていていつも学校から帰ったら卵をいつもとこう取るというのが子どもの私の仕事でした。卵を取っている時にたまたまま 何も見ていないし、えー、せっかくだからとお,おやつのつもりで、えー、その卵をす吸ったところがたまたまその生卵が、えー、腐った卵でおかげで私は死の思いというかその後二2週間ぐらいずっとお腹を壊してしまってああ私もこれで終わりかなとそんなふうな体験があります。 まあこっそりとそうやって卵を吸ったこと人も見ていないと思ってそうやるとそういう罰を受けるんだなそしてまた死に至るようなそんな体験もするのかなというのを小学校の時に体験したことがあります。